富士山系グループ、富士メディアホールディングスディーノスコーポレーションディーノスディーノスは、富士山系グループの株式会社、ディーノスコーポレーションが運営する通信販売ブランド。株式会社ディーノスは、2013年6月30日まで同事業を行っていた企業で、ディーノスセシールの法人格上の前身、日本通信販売協会加盟。 主に自社発行による通販カタログ雑誌ディノスなどを通じて通信販売業務を行っていた。また、日本におけるテレビショッピングの先駆けでもあり、富士テレビ地上波や BS 富士において各種のテレビショッピング番組を制作、放映した。また、各種サイズや店舗による直販事業のほか、保険代理業や卸売業などにも展開した。 2010年4月1日、富士メディアホールディングスの完全子会社となった、同業のセシールと株式移転により、中間持ち株会社、富士ダイレクトマーケティングを設立、当社はその完全子会社となった。2013年7月1日、FDM とセシールを吸収合併し、称号を株式会社ディノス・セシールに変更した。なお引き続き、ディノスはディノス・セシールの 通販ブランドとして継続する。郵便番号164-0012東京都、中野区本町2丁目46番2号、中野坂上セントラルビル郵便番号556-0017、大阪市何和区港町2丁目1番57号、ナンバ 3K ビル12階ディノスチャンネルは、フジテレビとディノスの共同で運営し、24時間無料放送されていた、CS 放送のショッピングチャンネル。 2003年3月18日、フジテレビ、ディノスとして、スカイパーフェク t v にで放送を開始した。その後、スカイパーフェク TV、ケーブルテレビでも放送を開始したほか、ブロードバンドでの配信も開始した。このチャンネルは先発のフジテレビ721、フジテレビ739とは異なり統計110度 CS、先行開局であり、いいものファンクラブ、 直行便、TB、D の法則といったディノスが制作した30分のショッピング番組を中心にを放送していた。その後、スカパーでの開局間もなく独自路線に変更し、フジテレビグッズ情報満載の商売班長、フジテレビ本邦やスポーツ関連グッズを扱うモノスポ、アルファ等を放送していた。2006年10月1日よりチャンネル名を ディノスチャンネルに名称変更するも2007年3月31日に E2 バイスカバーでの放送を終了し同年12月31日にはスカイパーフェクト TV ケーブルテレビでの放送及びブロードバンド配信といった全ての放送サービスを終了した。ありがとうございます。